皆さんはじめまして私はシアトルに本社がある米国アキセラインクの CEO をやっております久保田オと申します今日は、えー、友人の菅野裕吾さんと対談できる機会をいただきまして、えー、大変光栄に思っております菅野さんははい、えー。作曲家の菅野裕吾と申します、えー、普段テレビドラマや映画、えー、アニメなどの サウンドトラックの音楽を手がけています、えー、よろしくお願いしますよろしくおお願願いいししししまますすよろかしでもね僕と菅野さんがこう共通の友人を通して知り合ってまあどうでしょうね23年っていう感じですけど本当はあのこうしてシアトルでねお目にかかれるようになるとは思っても見なかったんですよねこのシアトルいらっしゃって、まあ、数日ですけど、ね、どうですかこちらの感じは。うん あれです、ね、あの久保田さんとかあと、ね、今回のプロジェクトリーダーの峯岸さんを含めていろいろ観光を連れて行ってもらったりとかあのお宅にね招いていただいてあのお蕎麦の職人さん呼んでおいしいお蕎麦いただいたりとかして、えー、一応あのこっちでお仕事ということで来ているんですがとても楽しく。 あのシアトルを満喫してます。あそうですか。はい。いやシアトルは本当ねあの先ほど今おっしゃったようにお蕎麦がすごく大きな産地でありまして日本にもたくさん輸出されてるということでそういう食文化的にも日本とのつながりがすごくあるんですよね。だから私もこちらに来てもう13年になりますけれどもすごくこのまあ日本を離れてアメリカに住んでいてもあのアジアの文化が身近に感じられる。 この地域なんですよね。だからあのすごく暮らしやすいんで、うん、まあ来て数日のね、カノさんがそのようなこともすでにお感じになったっていうのはあのまあやっぱりシアトルのそれがこう魅力なのかなっていうのを感じましたね。うん、そうですね。なんか僕もいろいろアメリカも他の地域行ったりイタリア行ったりしてますけど、だいたい旅行しても僕いろんなところ行くのが好きなので、うん、あの。 同じところに二度はほとんど行かないんですよね。でもシアトルはあのまた絶対行きたいなと思いますね。あそうですか。今ねさっきちょっとお話し,した我々共通のあのねあの先輩とか知り合いでプロジェクトリーダーのミ岸さんはこのシアトルでまあオーケストラのイベントのセレブレイトアジアというのをずっと立ち上げからやってらっしゃってまああのシアトルですごく好評な、うん。 あのアジアをまあセレブレートするという音楽イベントなんですけれども先日それのコンサートに一緒にねあの行くことができたわけですけれどもどんな印象を持たれましたこのシアトルの,その音楽このクラシック音楽あるいはこういうねあのオーケストラをペースとした音楽の,あのコミュニティとっていうのは何か印象日本と違ったりとかありましたうんやっぱりその 日本にいると日本人とかアジア人というのが世界からどのように見られているのかとかそういうことはやっぱりとても興味があったんですがうーん本当に音楽特にそのインストゥルメンタルあのえインストゥルメンタルっていうのはそのいわゆる歌詞がある歌ではなくてオーケストラやピアノなどのえ音だけの音楽をインストゥルメンタルっていうんですけどもインストゥルメンタルっていうのは 国境を越えるなということを本当に思ってあの言葉の壁がまずないですからねそういう意味であの辻伸之さんがんあのチャイコフスキーの「あのピアノ・コンチェルト一番」を演奏されていてうんでうん、まあ、外国人の方たちがこうスタンディングオベーションで泣いている姿とかを見てうん本当にうん日本人としての何て言うんですかね あのな何て言うんですかねそういう日本人とししてすすすごく誇らかかったですねわ、うん、りますその気持ち、うんまあ、本当今カ野さんがおっしゃったそのインストゥルメンタルっていうのはその歌詞がないから実はその言語を超えたコミュニケーションでこう世界に通じるものがあるって言われたのはあのすごく僕も共鳴できて。 まああの実は僕はあの歌詞がある音楽っていうのは意外に歌詞が聞き取れないっていうなぜかそういうあの体質が小さい頃がありましてすごくインストルメンタルが個人的にも好きなんですよね。そういうまああの僕の音楽の嗜向性もあったんでまあカノさんと知り合った時に純粋にああなんかこうカノさんみたいな人を僕もあの友達になれたら嬉しいしまあ場合によってはサポートできたら嬉しいなっていうのをすごく感じたんですよね。で今回もだからその延長でまあ我々も会社としてもこの 辻信之さんのソロコンサートあるいはセレブレタトアジアその辻塚にありましたけどどちらも、まあ、あのサポートをさせていただいてるんですけどもやはりこの個人が作り上げた芸術作曲でも演奏でもそうですけどそういったものが、まあ、本当ねあの菅野さんが今おっしゃったように日本だけでなくても世界中の国の人たちが感動してもらえるっていうのを、まあ、あの場に僕も入れたっていうのはすごく。あの 嬉しかったですし、まああの関のさんもそういう活動をされてるんでね、今後まあこの今回ね、そういう音楽活動がどんなものかと視察にいらっしゃったと思うんですけれども、できれば関のさん自身もね、あのグローバルに活躍の場を広げていってほしいななんてファンの一人としてすごく思うんですよね。んそんな感じはどうですかそのあたりは。うん、そうですね。<laughs> やっぱり今回本当に、うん、漠然と今まで日本にいると。 いつか世界に出て勝負したいっていうのは音楽家だったら誰でも思うことですし音楽家でなくても人間だったらね志が高い人だったらきっと世界に出てあの一旗あげてやりたいと思う人多いと思うんですけどやっぱり日本にいると漠然としたものになってしまいますけど海外に出てアジア人があのね白人とか黒人とかあのアジア人 を本,当の本当に感動させているところをやっぱりリアルで見てもう僕もう負けてられないなっていうかもう僕も絶対にあの世界にチャレンジしたいなっていう気持ちがふつふつつととここの数日いいているるろですねね、うん、なるほど、ねね、ちなみにこの世界をこうねやってるこのエンターテインメントミュージックの例えば先輩とかでこの人を目標にこの人を超えれたらいいなみたいなそういう具体的な。 ロールルモデルみたいななのはんん持ちなんですかうんそうですねやっぱり日本人だとやっぱクラシックの指揮者の方たちっていうのは、うん、本当に世界から尊敬されていて、うんえー、小澤征二さんであったり佐渡裕さんであったり、うん、そういうあの、まあ、作曲家というよりはどちらかというと指揮者の方が本当に世界で、うん、あのご活躍されていて、まあ、そういうのを見ていると。 うん本当に誇らしく思いますしあそれこそもう音楽とは全然関係ないですけどイチローさんとかシアトルで、ねうん、大活躍されていたイチローさんとかを見てもうんちょっとなんですかねやっぱり僕から見るとその久保田さんが今お薬作ってられてでシアトルでうん大活躍されていてで昨日も。 あの今あのね、プロジェクト,セレレト「セレブレイトアジア」のプロジェクトリーダーの峯岸さんも、うん、レセプション会場で本当にあのみんなにリスペクトされてたじゃないですか「うんうん、よしよし」って言われて、うんうん、んすごくかっこいいなと思って、うん、あの自分も、ね、いつかやっぱり世界にチャレンジするっていうことが今回のシアトルの うん、旅で。なんていうんですかね、具体的になったというかより。具体的にああ。イメージがはっきり湧いてきたという感じですかね。なるほどね。うん、そうですね、まあ、われも。まあ、あの、その薬剤の開発っていうものを通して。まあ、国境を越えて、世界中の人に、その、まあ、失明を。 えまあ治療するような飲み薬を我々開発してるわけですけどもそれを通じて世界にまあ広めていきたいっていうことをまあシアトルに突然13年前にやってきてやってるわけですね吉さんもえシアトルに引っ越してきてやってでそういうまあ外からこうシアトルに突然入ってきてもそこでまた新たな価値をどんどん生み出してると地元のコミュニティがすごく温かく受け入れてくれてそれでリスペクトしていただけるっていうのは。 まああの僕らみたいにこうまあ外国あるいは違った地域から入ってきてもあのすごくこう仕事がやりやすいというのは本当あのまあそれがシアトルの持ってるこの地域の,まああの特性というか長所というか素晴らしい部分なのかなというのはすごく感じますね、うん、でもそれをまあね昨日ああいうセレブレテージャーにいらっしゃっただけで感じられたっていうのはやっぱり本当に。 そういう社会がここにあるんだなっていうのを感じますね、うん、今、菅野さんの言葉を聞いてると。でも、菅野さんはじゃあ今、あのこの音楽活動を始めて、この作曲活動を始めて、どれぐらいの年数やられてるんですか、そうですね、えっと、キャリアとしては。うん音楽家って 報道なんて言うんてうですかね怪しい職業もなくてやっぱり職業としてどこからがプロで<ー>どこからがキャリアのスタートかっていうこともすごく難しくてそういうい僕の中ではうんそうですね音楽家と自分が作曲家だっていうふうにこう胸を張って言えるなあっていうふうに思った第一歩は27歳の時に連続ドラマの月九ドラマ「ラストクリスマス」っていう。 のであの連続ドラマデビューしたんですけどああすそこから僕今25なんで、えー、っと今年26の年なので来年で10周年かなっていう。26 三十六いやいやそうです、ね、<laughs> 今のは受け狙いとして素晴らしかったですね三十今五です今年三十六の年なので <laughs> いやいがりしっかりしてるんだな二十六にしては <laughs> <laughs> すいません。<Yeah. S 2> <laughs> うんあそうですか。というん、ってことは約、まあ、10年間やってるらしいということですね。ですね来年で10周年,10周年、ね、なるほどね。うん、僕らも会社がちょうど去年で10周年始めてからなったんで、うん、うそういう意味では、まあ、あの似たぐらいの,、ね、この経験を積んでるわけですけれどもその中でもすごくあのチャレンジングだったということあります僕らみたいなバイオベンチャーだとやっぱり薬の最初の開発した薬がうまくいかなくなって次の薬に 切り替えななきゃいけないけとか最初のビジネスモデルではうまくいかなくてまた別のビジネスモデルに変えたりとかこの10年間で随分やっぱりこの会社の方針とかあのカルチャーとかいろんなものをあの適用して変えていかなきゃいけなかったんですよね。音楽家の方っていうのはその10年間の活動の中でやっぱりかなり外部環境に応じてどんどん自分を変えなきゃいけなかったりもう乗り越えなきゃいけないチャレンジのためにはこういうこともしなきゃいけなかったなん何かあるんですかうーんやっぱり基本的にはもう、えー まあ、どん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 新しい人も出てきますしどん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 開けられていくので、うん、うん常に新しいことを提案していかなければいけないと思いますねそうですよねかのさんの音楽とか見てると、うん、あの子ども用の、ね、ピアノが使われてたりとか。 あっと驚くようなねそのエレキタで最初から始まったりとか従来にない形のものを次々とこうイノベーションをね音楽の中で起こされてるから僕もその全く無から有を生み出すというそういうイノベーションをやるビジネスなんでまあいクリエイティブなビジネスなんですすすごくあの共鳴する部分がありますよね、うん、でちらっとお話をお伺いしたところによるともう年間300曲以上なんかずっと作曲されることがあって、うん、でしかも今まで。 ほとんどその発想が湧いてこないようなスランプになったことがないっておっしゃってましたけどそれは事実なんですかうーんまあその当然生みの苦しみみたいなものはあるんですけれどやっぱりその発注を受けて作るっていうケースが多いのでその発注に対してあの新しいチャレンジングをするっていうことで同じことをやっているとやっぱりどん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 煮詰まっていってしまうと思うんですけども。 やっぱり外部からの,その発注に対して応えていくということで自分の才能であったり、うん、自分の能力であったりする部分と、うん、その周りの人たちの、うん、刺激によってやっぱり新しいものがどんどん生み出されていくと思うのでああなるほどね、うん、でもその周りの人たちの刺激っていうのはすごくよく分かりますね。まああの 周りの僕もその菅野さんとこうやってお話をしたりするっていうのはある意味この本業の制約とやってることからするともうかなりかけ離れてるっていうふうに一般の方は思われるかもしれないんですけど。はい 僕の本質的な会社でやってる一番大事なことは新しいものを生み出すっていう仕事なんですけどそれをやるためにはやっぱり全く違う分野の方とか全く考え方の違う方そういう人たちからどうやってこう自分はもう学び続けるかとか刺激を受け続けるかっていうのはすごく重要だと思うんですよねだから僕も無意識にそういうことをずっとやってこれたから、まあ、新しい発想が絶えず生まれたんだろうなっていう気がするんですよね。だかかからなかなかその まあ本業がこれなのにこれあのだけをやってないのっていうふうにあの思われる方も世の中にいると思うんですけど実は本当のクリエイティブなことをやるためにはいろんな業種の人たちとの,その,まああのぶつかり合いだとか触れ合いだとかコラボレーションだったりそういうのがすごくあの重要な感じしますよね、うん。 じゃあ野さん、今後の夢とか展望っていうのはどんな感じのことをお感じになってますうん今もうこのシアトルの場にもう一回いるのでうんそうですねあのやっぱりこう世界に打って出たいなっていう気持ちはすごく今盛り上がってますね。うんあとはうん今 僕がアニメの音楽をやっていてい日本で今とても流行っている「サイコパス」っていうあのアニメがあってそれの音楽とかもやらせていただいたりとか、まあ、海外でどうか分からないですけど日本では「図書館戦争」っていうアニメもあってそれもすごく流行っていてうでうんそうですねなんかそういうものって 日本のアニメってやっぱ世界に誇れる文化だと思うのであの日本から世界に発信する方法としてはいろいろあると思いますが、うん、あのオーケストラの分野であのチャレンジングは当然したいしそれはとてももしかしたら一番やりたいことなんですけど、うん、あのやっぱり。 うん、日本人であるから日本人が誇れる文化アニメの中で自分がこう、うん、自由にクレ,クレートしたものがあの世界の人の耳に触れてそれであの日本人すごいじゃんっていうふうに言われるようなものが作れたらいいなと思ってそういうものを作る上で、うん、やっぱり今ちょうどやっている やらせていただいているアニメの「サイコパス」とかはなんて言うんですかねうん,なんとなんというかこう肌で感じるあのいけ,いけそうな感じっていうかうんわからないんですけどそういうのがやっぱりあってうんうんでやっぱりうんファンの方たちのその作品に対する愛みたいなものもすごくあの作ってる側としてもつながってくるものとかもあって。う それはすすごくいいですよね、うん、やっぱりそのいけそうな感じっていうのをすごく僕も共鳴できて、うんうん、なぜかやっぱりあのまあね我々どちらも比較的、まあ、いろんなことがうまくいってるというふうにいろんな人が思われがちですけどもねやっぱりなんかそのだからあの僕らも今開発してるこのまあ飲み薬で失明を治療するっていう薬も。 まあいろんなプログラムをまあ手掛けてきましたけどやっぱりこのうまくいくっていう感じがすごくするんですよね。だからそれはうまく言葉では説明できないんだけども周りの人の反応であるとかそれにあのいろんなこう全然思いも知らないところで聞くそのことに対する噂であるとかまああのなかなか説明しきれないんですけどそういうものが全部総合されて実感としてああこれは手応えがあるっていうのは分かるっていう時ありますよね。きっとと同じことを 感じられてるんだろうなって思うんですごくこうまああの似たタイプのそのあれですねプロジェクトの進め方をしてるのかなと思いましたねうん、うん、業種は違いますけどね、うん、びっくりしたのがやっぱりその <coughs> 番組についてツイッターやってるんですけどもツイッターであのちょこっとサイコパスのことをつぶやくともう何百リツイートとかされるんですよねうん、うん、であの。 見ている人の数は圧倒的に連続ドラマの方が多いはずなんですよ。視聴率も高いし、でもやっぱり連続ドラマのことをつぶやくよりもあの圧倒的にあのアニメのことをつぶやいた方が反応がすごくファンの方が熱心というかうあの作品を愛しているなっていうのが。 うん作ってる側からしてもすごく伝わってきてやっぱり作りがいがあるしもちろん連続ドラマは連続ドラマで僕の一番の,その,、ね、あの長くやってきて大切にしているフィールドなので、うん、そこはそれでもう僕にとってはかけがえのないものなんですけど新しく最近アニメの音楽とかをやらせて頂い,いているとなんていうか、まあ、そういうのをすごく感じてまあ サイコパスですよ本当に私がねあの好きなアニメーションっていうのはあんまりそんなにあのアニメを見たりあの漫画を読んだりする方ではないんですけども最近、まあ、あの知人に言われて周りの人もたくさん読んでたんで「ワンピースっていうのをねあの読み始めたんですけどもやっぱりあの一,つの一人の主人公が少しずつ仲間を増やして。 まああの誰も一人ではできないような冒険にまあチャレンジングしていくっていう話でそれがあのすごくまあベンチャー企業をやってる私みたいなものにとってはすすごく共鳴でできたんですよねだからまああの菅野さんも素晴らしいお仲間にね恵まれて今仕事されてるっていうのを聞いてますけどやっぱり僕らがこうイノベーションを起こしていってもそれを具体化するやっぱりチームっていうのがないと実際にこの本当の社会にインパクトを与えることは我々もできないんでそういう仲間を過ごしつつ増やしながらまあ我々も私一人で始めて。 23人の人が仲間になって今はまあ100人近くまでこう人が増えてきてるわけですけれどもやっぱりその何て言うのかな「を読んだ時にそのチームの作り方だとかどうその仲間をのやる気をこう引き出して一緒にあの同じ目的のために進んでいくかっていうのにすごく共鳴して最近よく読むようになったんでそれはあのすごく好きな漫画ということになりますね今は。 あのまあちょっとまだあの具体的には言えないですけどあの僕と久保田さんであのちょっと世界をあっと言わせるためのプロジェクト今画策中でそれを今それのまあ ななんて言うんてていうでですすかねねネゴシエーシーョンののたために来てるみたいなもです、ね、そ,です、ね、その通りです、ね、<laughs> 準備をして、えーまあ、戦略を立てて、ねまあ、向こう2年ぐらいのプロジェクトなんですけれども、えー、今から、まああのね、このシアトルをベースに全世界に、まあ、この観音ミュージック観音ワールドをねこうどうやってこう広めていくかインパクトを大きく与えるかっていうのを一緒にやるというのを、まあ、今回始めたということなんですよね。うん 僕も本当ね自分が最初にアメリカに来て右を左をわからない時からやっぱりいろんなあの当時いた先輩方に助けられてまあ今があるわけなんでまあ自分もねここでまあ10年以上いますからできればそれを次のジェネレーションにね恩返しをしたいという思いがすごくあるんですよねそういった中でまあカナさんに出会ってまあほとんどねあの僕もあの友達としてねあのすごく親しく付き合ってもらっててありがたいですけれどもやっぱりあのね僕ができないことをカナさんやってるし僕がすごく尊敬している人でまああの。 やっぱり、ね、あの自分が先輩から頂、まあ、い,いて助けてもらったことを菅、まあ、野さんにもなるべく、ね、こう僕ができる範囲ですけれどもサポートしてその、まあ、世界に発信していくのね、に協力できたら、まあ、あの少しは僕も先輩からいろいろしていただくの恩返しになるかなと思って、まあ、シアトルで一緒にプロジェクトができたらというので今一緒にやろうというふうにしてるわけなんですよね。さん今おっっしゃったように 僕らはもう何にも前例がないことをどん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 やっていく仕事をしてますからそういった意味ではもう絶対諦めずにやり続けるとかもう本当ありとあらゆる手段を使ってでもその今ね菅野さんが音楽を聴いてもらう僕らはこの薬を開発するためにいろんな人に投資をしてもらうことをやらなきゃいけないっていうのは本当はあの若い人たちにもあの是非やっ まあ聞いていいてたただきたいですよねそれはもう絶対諦めずに続けるとかもうそれを本当に目指すんだったらありとあらゆることをもう考えられることすべてやってみてそうじゃないうちに物事を諦めててしくくなないなっていっすすごく思いますよね僕らどっちもすごく粘りっこいし絶対もうあのやめないし最後もその目標に達するまで絶対諦めないじゃないですかそこはね僕らすごくあの似てるなってすごく思うんでそれはあの 伝わるといいですよね皆さんにね、うん、いやあのもうね数年後にはもうお友達やめられちゃうぐらいすごいその世界的にねノーベル賞を取ってしまわれるような方になってしまうかもしれないんでここで、ね、こういうふうに。 会社にね、あのお邪魔させていただいて、一緒にお話しできるのは、まあとても嬉しいです。あの東京では、東京にあの黒さんよく来られるんで、その時いつもね飲んでますけど、<laughs> 今後とも <laughs> 一緒に飲んでください。まあ、もちろん。いやもう本当、カナさんとね、もうお会いするたびにもエネルギーを僕ももらえてすごくあの嬉しいんで、もうぜひあのね今後ともね一緒に。 活動できたり、まあ、プライベートでもあるいはお仕事の上でもいろいろできたらいいなと思ってますので、うん、今回本当こんなねあの突然こういう、ね、対談をしませんかということを、ね、お願いしてもう昨日今日でもうこう,こうこういうことを引き受けていただけたのすごくありがたかったですしでもこういうふうに僕らはやっぱりねどん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 あのアクティブに発信していきたいですよね。なな、ねまあ、なかなかあのこの分か分りりにくいい仕事の部分も僕のももも僕ありますし彼女さんみたいな作曲家も まあそんんななに表に表出てて発信すする方っっ今ままでであまり多くなかったと思うんですよだからそういう意味では僕らはそのいう点ではユニークかもしれませんけどでもやっぱりあの僕らがロールモデルとなって次の世代の人たちがやっぱりまた違った形でいろんな自分のキャリアをまあ積み上げることができるんじゃないかなとか、うん、そういう新しいその生き方みたいなのをね発信していけたらもしかしたらあのいろんな方々の役に立てるというか元気のもとになれるのかなと思ってるんでこういう対談をね今回はあの。 できて本当に良かったです。ありがとうございました。ありがとうございます。今回シアトルに来て、えー、アジア人があの世界の人をあっと言わせているところを目の当たりにして、えー、ものすごく興奮しました。えー、僕らの世界で、えー、僕らの世代であの世界中の人をあっと言わせる えー、日本人を目指して、えー、頑張っていけたらなと思っています頑張りましょう日本を出て世界を見てください見るだけでもすごく視野が広がって自分の可能性の大きさに気づくと思いますですからまあ日本を旅行でもいいですし できれば留学あるいは仕事をするという形で日本を出てみてくださいそうすれば必ず今まで思いもしなかった自分の発見があると思いますので皆さんぜひ外国に出ていくようにというのをお勧めしたいと思います。